試練は超えるもの。栄光は自らの力で掴み取るもの。悲願のリーグ初制覇へ。列島が注目する中始まった J リーグ。リーグ開幕当初は10チームが参加。グランパスの開幕戦の相手は鹿島。86年ワールドカップ得点王のリネカーを擁するグランパスに対し、鹿島にはあの神様ジーコ。敵地に乗り込んだグランパスを待っていたのは、神様ジーコを中心に自在に攻撃を仕掛ける鹿島のシュートの嵐。あのリネカーですらなすすべがない。厳しい船出となったリーグ元年、年間順位は10チーム中9位だった。新たに2チームが加入した1994年は12チーム中11位。低迷を続けるチーム、いつしかこう呼ばれるようになっていた。そのグランパスに変革をもたらしたのが、95年監督に就任したアーセン・ベンゲル。 I want this team to play modern football. To play modern football means also that you have quick decisions, quick move, good technique, good finishing technique, and that needs talent of the players, that needs initiative of the team.自らの掲げるモダンフットボール実現のため、指揮官が白羽の矢を立てたのはペクシーことストイコビッチ。ユーゴスラビア代表としてワールドカップに出場。しかしその後、母国ユーゴスラビアの内紛がスポーツの世界にも波及。不運なキャリアに見舞われたペクシーは新たな場を求め、1994年グランパスに移籍。世界をうならせた華麗なテクニックで瞬く間にサポーターを虜にした。高いテクニックを持つストイコビッチから繰り出されるアイデアあふれるプレーの数々は、味方に次々と決定機をもたらす。指揮官の目指す組織的戦術を理解し、華麗な技で体現するピクシー。チームは年間3位へと躍進した。そしてストイコビッチも年間 MVP を獲得。さらにこのシーズン、クラブに歴史的な1ページが加えられる。初のタイトル、それは J リーグのお荷物と揶揄された時代との鮮やかな決別だった。teško ga je bilo osvojiti, ali meni je mnogo drago da smo osvojili kup, jer za 75 godina ovo je prvi put da Grampus osvaja carski kup. しかし翌シーズン、グランパスにタイトルをもたらしたベンゲル監督がシーズン途中でイングランドの名門アーセナルに引き抜かれる。9月28日の柏戦がグランパスでのラストマッチとなった。
Minna san arigato. Grandpas, supporter no kotoba, wasurimase. Watashi wa itsuma demo Nagoya o aishite imasu. Thank you very much.グランパスの一時代が過ぎ去った。再び風が吹いたのは99年、新たに日本代表の3人、ロペス・ワグナー、山口元博、そして楢崎正剛がチームに加入。決めた理由っていうのはやっぱ優勝をまず狙えるチームということで、まあ、そこで最大限の力を発揮できるチームだと思い決めました。優勝をしてないリーグ優勝がないんで、僕もそのリーグ優勝に向けて貢献したいっていう。この年のグランパスには3人の他にも日本代表のミッドフィルダー望月、ワールドカップフランス大会に出場した平野、現在も鹿島で現役を続ける大岩ら、前線から最終ラインまで実力者たちが占めていた。タレント揃いのチームは再び栄光の国立の舞台に立つ。後に語り継がれることとなった終了間際のピクシーの華麗なゴール。制覇だった。しかしリーグ戦では J リーグ開幕以来優勝に手が届かない。リーグ優勝、それがグランパスに課された使命となる。 It will be the last season to play for Grampus, and I hope and I strongly hope to finish with a victory as a champion of the J League. This is my will and the will of the club also. 2001年7月21日、アウェーベルディ戦、チームを超えて日本サッカー界のカリスマとなっていたストイコビッチのラストゲーム。夢途中でクラブ史上最大のスターはチームを去った。でもあまりにもクラブ全体がそのストイコビッチという名前にちょっと頼りすぎてたんじゃないかと思いますけど、そういう選手がもういなくなるということで、はい、またちょっと違う時代を作っていかなきゃいけないっていう雰囲気はありましたけど、ベストイレブン、得点王と個人のタイトルホルダーを輩出しながらも安定した成績を残せないチーム。2005年、2007年には降格の危機に直面。優勝の二文字は口にすることさえできなかった。その辺は一番苦しかったですね。だからね、2004、5、6、まあサッカーを楽しくやりたいなっていう、そういうそれだけですよ。なんか注目される中で、緊張感のあるそういう試合をしたいというか。そして2008年、ストイコビッチ監督就任。 I will give my best. Personally, I'm Pixie and、I believe strongly in my work and、I believe that I can do it. クラブが迎えた16人目の監督、ストイコビッチはそのカリスマ性で転機をもたらす。まあ、それは毎度のそのハンドグ新しくなった時の感覚と一緒だったですけど、
今までの監督と比べて存在感の大きさはなんかピカイチなんですけど監督としてのキャリアはなく、これが初監督。それでもカリスマ指揮官の1年目、チームはリーグ戦優勝争いを演じて3位へと躍進。翌年は ACL でアジアのベスト4へと駆け上がり、そして This time is time to make something big. Something big, it means to be at the top. To be at the top, it means to be champion.優勝宣言とともに始まった今シーズン、チームは優勝へ向けて盤石の体制を整えていた。日本代表金崎ムー、そして闘莉王の大型補強。名古屋に来たのがストイコビッチ監督を男にさせるために来たので、必ず果たしてやっていきたいと思います。現在グランパスは5試合を残して2位に勝ち点8点差の首位。悲願のリーグ初優勝へ、カウントダウンは始まっている。